西東京ラーメンクラブ。ヘルシャイ、西東京ラーメンクラブの鈴木です。ということで、今回のスタートはこちら、三重県津市は津駅。前回に引き続き関西の二郎インスパイア系を紹介していこうということで、今回乗車していくのはこちら、近鉄特急の代名詞である火の鳥。今回はですね、通常の特急料金にプラス600円で乗れるプレミアム車両へ乗車。もう開放感あふれる車内でゆったりくつろげるシート。これにプラス600円ならね、乗らない理由なんてないんじゃないでしょうか。さて今回向かうのは大阪屈指の繁華街である難波。津駅からは約1時間半。三重や奈良の雄大な自然を眺めていたと思ったら、あっという間に大都会へ到着です。というわけで、今回は大阪にオープンした二郎インスパイア系の新店を紹介。最後までお見逃しなく、レッツゴー。ということでですね、津から火の鳥に揺られること約1時間半、こちら大阪屈指の繁華街難波にやってきているんですけども、本日も二郎ウォーカー第45弾をやっていきたいと思います。前回の動画から数回にわたって西日本ラーメンクラブとしてね、関西の二郎系のお店を攻めているんですが、今回はですね、大阪を代表する二郎インスパイア系の超人気店、ラーメン荘面白い方へ池田店さんにお邪魔していきたいと思います。でラーメン荘さんは藤丸の西新井大師店の方で店主さんをね務めていた方が創業した関西のね二郎インスパイア系のねパイオニア的存在なお店で、以前ですね二郎豪華の第2弾の方で同じラーメン荘グループの地球規模で考えろ市民本店さんにもねお邪魔しているんですが、今回は大阪のね住之堂にある超人気店面白い方へさんの2号店がね今月4月にオープンしたということで、今回ですねそちらを調査していきたいと思います。でラーメンもねもちろん美味しいんですが、こちらはね最強にジャンクなね汁なしもね美味しいということで、今回ねそちらをいただいていきたいと思います。ではね早速向かっていきたいと思うんですが、最寄り駅はねこちらの難波駅ではなくて、阪急宝塚線のね石橋阪大前という駅が最寄り駅ですので、まあ、早速こちらから向かっていきたいと思います。では行こう。さあということで、難波からねだいたい30分ぐらいでこちら石橋阪大前駅にね到着いたしました。やっぱ阪大もね近いということで頭の良さそうな方が、たくさんおりますが、お店はねここからだいたい10分ほどね歩くと着くということなので、早速向かっていきましょう。レッツゴー。さあということで、ね、駅から7分ほど歩いてきましたが、あちら青い看板、面白い方へ池田店さんに到着でございます。やっぱねもう今月できたお店ということで、ね、めちゃめちゃ綺麗な外装でございます。ではね早速入っていきましょう。レッツゴー。西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン荘面白い方へ池田店さんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。2021年7月4日オープンの出来たてほやほやの新店でございます。で今回オープンして数日後に訪れたんですが、意外にもそこまで混雑はしていませんでした。入り口ではねこんな感じで可愛いタヌキが出迎えてくれます。さあ店内に入るとラーメン荘といえばの何も置かれていない卓上、そしておしぼりをはじめとして箸やレンゲなど必要なものはすべて食券機の横に置いてあるので、すべて取り忘れないようにしましょう。で今回も生卵をオーダー。黄身の色がね濃くて食べる前から汁なしに合うことを確信しております。でメニューがこんな感じです。シンプルなメニュー構成で、小ラーメン麺量 300g、大ラーメン 400g で、それらを汁なしに変更したい場合は食券機の横に置いてある透明の洗濯バサミを食券に挟みます。また同様に麺量を 200g か 150g に変更したい場合も白か青の洗濯バサミを挟んで食券を提出しましょう。で店内は新店というだけねあってかなり清潔感がありまして、大音量で音楽も流れていて楽しい雰囲気のお店でございました。ニンニクありと油で。ということでコールはニンニクありと油でオーダーして10分ほどで着丼です。はい、こんな感じでございます。今回のオーダーは小ラーメン汁なし変更。いやーワイルドすぎる一杯。もう大きな豚が2枚鎮座していて、その上に降りかかるフライドオニオンとブラックペッパーの雪、これにはねかなりテンションが上がってしまいます。なお油はデフォルトで別皿提供されます。ということでまずは混ぜずに麺をすするんですが、二郎インスパイアならではの極太平打ち麺が登場。茹で加減がやや柔らかめで、小麦感のね裏にもちっとした感触があって、意外にもね優しいすすりごたえでした。
しかしその優しさがね、全体を混ぜ合わせると対極のすすりごたえに変化します。それもそのはず、タレに想像以上に返しのクリアな味わいっていうのが効いていて、強めの醤油感、そして豚だしもね、ガツンと効いたタレと極太麺が絡まり合うことによって、かなりキレ、コクを感じるね、すすりごたえで、中毒性がものすごいです。この中毒性、もはやね、依存性と言っても良いような感覚、これがね、合法ですすれてしまう世の中に感謝です。で、麺自体はラーメン層ならではのかなり長いもので、もはやね、一吸いではすすりきれないような長さなんですが、その分美味しさっていうのがね、長続きするので、この汁なしの良さをですね、最大限に活かしてくれます。そしてね、生卵の柔らかい感じの味わいと、麺のね、ごわっとしたがっつりとしたね、味わいのギャップっていうのは凄まじいもので、生卵につけた瞬間にとろけるような味わいになるっていうのも、最高にジャンクな汁なしならではの魅力なんじゃないでしょうか。で、油はね、別皿で提供されるので、こんな感じで途中で味変感覚でね、楽しめるっていうのもね、ここラーメン荘さんならではの魅力の一つです。で、そして豚はしっかりと肉感を残していて、一杯全体のね、中では意外と優しめの味しみがね、柔らかい感じなんですが、しかし一枚の大きさは凄まじく、迫力もね、しっかりとあるものなので、食べ応えっていうのはね、存分にあります。このシンプルさとワイルドさを兼ね備えた豚、もうかなりね、個人的にも好みのもので、また食べたいという気持ちを加速させます。もう接客もね、明るくて、ラーメンも最強に美味しい、大阪屈指の人気を誇る名店であることを納得。池田店はね、もちろんのこと、隅の堂にあるお店や、ラーメン荘グループにね、さらに興味を持ってしまう、そんなような一杯でございました。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、次郎岡第45弾ですね。ラーメン荘面白い方へ、池田店さんお邪魔してきたんですけども、まあ、今回ですね、コメント欄とかでもね、おすすめって教えていただいてた面白い方へさんの汁なしをね、いただいたんですけども、これかなり中毒性が高いというか、僕にね、本当にぴったりな一杯でございました。僕が今までね、食べたことある汁なしとはね、違って、結構そのクリアな感じというか、醤油のね、コクみたいのをすごい返しから感じまして、それがですね、そのラーメン荘さんならではの、あの長めの麺とですね、しっかりとまとわりついてくれて、その麺が長い分ですね、美味しさっていうのも長続きするので、そういった意味でもね、本当に満足感っていうのがね、高い一杯だと感じました。それ以外にもね、豚もね、脂身がね、やや多めながらも非常に食べやすくて、しっとりとしていて、こちらも美味しかったですし、それこそね、汁なしならではですね、もうフライドオニオンとかブラックペッパーのね、あの辛味なんかも効いていたので、正直ね、この面白い方へさんってね、かなり美味しいとはね、伺っていたんですが、そのね、期待をね、さらに超えてくるようなね、一杯がいただけたというのは、本当にね、ここに来て正解だなというか、もうここに来れてよかったなというふうに感じました。ラーメン荘さんならではの、何も置かれてないね、卓上であったり、あとね、食券に洗濯場所をね、挟むとかね、もうそういったところからね、関西っていうのをすごい強く感じる一杯でしたね。関西のね、このラーメン荘グループ、ちょっと気になるお店がね、かなり多いのでね、どんどん調査をね、今後もしていきたいなというふうに思いました。ということで、次郎岡第45弾、こちら石橋半大前駅で、ラーメン荘面白い方へ池田店さんお邪魔してきたんですが、前回の次郎岡から数回にわたって関西編をね、お送りしているんですけども、今後もですね、もう少し続いていきますので、ぜひね、ご視聴の方よろしくお願いします。ではね、こんな感じでいろんなラーメンや客紹介しますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。